はいはい、じゃあちょっと回ってみましょうかね。高井田横穴公園。ここ降りてから右に行ってくれるかな。右に学芸員の方が説明会があるんですね。5月20日の土曜日だったかな、10時から3時ぐらいまで。来るとツアーを組んでくれるらしいよ。20名ぐらいのツアーをね、先着順、ほんで無料やそう、うん、先着で無料言うたかな。あら見えんがね、これどうなってんの。あれこうか、横穴あんだけど見えんがな、見られんがね。第三四号三号本見れませんかね。この横はこれ大きいね。ああ綺麗にしてあんねや。これは石組んでるのかな、違うのかね。どういうことだ。分からんな。これはセメンかな、セメントかな。石を入れてるような雰囲気じゃないけどね。ちょっと後で聞いてみよう。分からんな。ここは何ですって。壁画見れるのかな。ちょっと行ってみようか。彫刻壁画第三四群5号本。ちょっと上がってみましょう。前こんなのしてあったかな。どうも記憶ないのないんやけど、何もなかったな。ただね、手前から花を見ただけよ、昔来た時は。ほら綺麗に入り口に扉がついてますよ、扉が。鍵がかかってんね。あら真っ暗け、電気ついてんの。照明の、切ってますかね。切ったら見えんがね、全くよ。残念。全く見えないんでございます。何にも見えません。事務所でいろいろね、説明してくれたけどさ、全然見れへんがね。全く見れんがね。残念でございました。この後どこあんのやろ。こっちまだ左行ったらあんのかね。いや第三四群六号本。ははー、なるほど、これ岩をくり抜いとるわけやな。そういうことでもないでしょうか、さっきのあれはね。分かった分かった、岩をくり抜いてますわ。こうね、かなり奥あるね。あっこやあれが奥一方か、あれが一方奥。奥からだと15、16メートルあるね。天井の高さなんか分からへんわ。残念。手前はね、1メーター50ぐらいあるか。あら奥の方もっともっと高いやろね。はい。残念でございますね。入れませんから。第三四群7号本でございます。やっぱりあれかね、ただ掘ってやるだけかね。掘ってやるだけにしても大変やねこれね。ほら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 、ここにほらなんか絵が掘ってありますわ。埋まっとるがね、残念、埋まってますわ。第三四群18号本。わこれはちょうどいいぞ、西日でちょうど見れるちゃうか。7、8メートルあるけど高さはわからない高さ、手前は1メーターぐらい、奥わからん。これはどうなんだろう、
壁を塗ってんねんな、おそらく。はいはい、ありがとうございました。あ、工場あるかね。第三新聞19号本。そんな大きないか。7、8メーターか。はいはい。25本。どこあるんだよ、25本は。25分分からんがね。残念。うち。ここにありますわ。28号分が。ああ、真っ暗だ。全然真っ暗だ。見えません。真っ暗だけど。これ開いてんのか？いや、開いてないな。第三新聞28号分でございました。やり方ってな感じ、あの、こんな感じやね。3号分、第三新聞22号分。このやり方やわ、みんなな。やり方ですね。入れんな、鍵入ってるか。こぶりやけどね、これやったら6、7メートルあるか。まあ、なんかちょっと真っ暗やけど。やり方としては、この経営のやり方はみんな一緒やね。これも一緒やね、やり方。ほれ、ちょっとこぶりやけど。ああ、にゃんこや。おい、おいで。にゃんこか。おいで。よそ見とるわ。この小さいですね。ちょっとわからんか。どれぐらいある？奥まで5、6メートルか。このやり方やな、やっぱり。うわ、これ上何個か書いてないけど、こう取って、うわ、中まで入れるのね。こう、なるほどね。中かなり広いで、横ね。これ広いわ。何個も書いてないけど、ここもそうかね。これ、ここまで、これ、うわ、上すごいことになってて。ここから言うと、奥まで14、15メートルあるんだよな。竹林広場。これ、腐ってくるか。18号分、見れませんけど、18号分ね、18号分、入れませんけど、ちょっと形がね、ちょっと違うけど、これが12号分。12号分高さが1メーター3、40あるかね。うわ、これはね、なんや、奥行きは80センチぐらいしかないけど、3、4分、11号分かね。こっちが15分。これは深そうやな。ちょっと中見えんけど。ちょっと中が見えんけど深いね、これは。あれ？奥まで見えないから。
5、6メートルあるかもしれない。ちょっと見えないね。真っ暗ね。この崖のところにね、穴掘って。これはなんだ、これは一歩落ちてんのは。ツバキかね。こんないっぱい落ちるもんかね。これは鳥の仕業かな。カラスかな、カーカー言うとるから。ほら、いっぱい落ちとるかね。これはカラスぐらい。スズメではちょっと落とさんやろうから、カラスなんか落としたんかね。ここにはないんだな。椿の花がいっぱい落ちてますね。あ、わかった。あれはね、あの鳥はなんだ。ほら、あれや。あの鳥の仕業か。あれはモズやな。モズの仕業かこれ。モズです、モズ。モズでございましたか。見当たらんかね。こっちかね。こっち行ってるか。第2信号、58号本。これは関係ないか。59号本。破壊されましたか。これ。下置いてみるか。おお、第2信号。11号本。ああ、上が15本。これ15本。二段構えでございます。二段構築でございます。うわあ、これ入れるのか。うん、入れないね。残念でございますよ。ほら、ここも入れないのかね。第2四軍10、第2四軍12号本入りませんか。あの上も破壊されたかな。破壊しましたか。これ横もあるんだけど、これもう埋めてありますな。ああ、残念でございますか。3基あるそうやけどね、ここね。はい、残念でございました。やるぞ。第2四軍10から14、17号本。第2四軍13号本。ああ、見れませんか。ああ、これはあのさっきのやつ同じな感じだね、形状がね。浮き上がるんですか。おお、これ大きそうよね。14、17号本。おお、これだってどこが入り口だね。
こっちを入れるしかね。17分、あそこに14号分がね。14号分、第2支部。第2支部、6分。おお、これ動きあるね。入ってみよう。高さがなかったから手前はね、全部一緒で、土を外取ってやね、ここからやね、ここからやってやりますよ。真っ暗でございますね。何も見えないな。奥行きも見えないね。高さも高さやけど真っ暗でございました。5号分。第2支部、5号分。これが枕がありますか。ここから7、8メーター、高さは分からないけどね。この上です。3号分が上だねな。ちょっと入れないけど。3号分。ね。3、4、5だね。こっちが4号分かね。4号分。ここも入れんか。残念やな。まだ3月やけど虫だらけやね。夏みたいやもん、この虫の重さは。第2支部、2号分。これは初めて見るじゃんか。これ2号分。ここ石棺があるのかな。石棺も掘ってるのかな、石棺みたいに。ああ、これ初めてね、石棺みたいに見たのは。第2支部、56号分、どこにあるんですか。56号分。わからんね。公開中。56号分で見えなかったけどね。もう5月とか6月の暑さやね。暑い。はいはい、残りましょうか。高井田山古墳。あ、これが56号分っていうのかいね。それは失礼しました。これが56号分ですか。石室も見えんだけど、どうや、どこから見ろ。さあ見ましょうか。あら、よう見えますわ。残念やね。ね、ウッド、ウッド、のしね。のしと。もしと鏡と鎧、鎧かね、鎧と杉木と杉木と特殊機械。
でこっちは空いてたんやね。これはこれだけ広いことは天井石はどうやったんやろね。どうしたんやろか。あら、大きな石が、大きな石がいるぞ、これね。56、5分でほどほどでございましたか。あの巻き方がなんかこう見えたけどな、ここからチラチラね。全然見えんがね。あ、ここは見えるのか。これであそこにね、水域がちょっと、こう見たら硬そうだよね。はい、ありがとうございました。横穴かこれ違うか。ちゃうな。修復なとかね。土のう積んであるけど。やる予定だったんかね。はい、ありがとうございました。高井田横穴でございました。高井田5分、55、6分も見ましたけどね。はい、ありがとうございました。